マリー・ブリザールブランドのアニスシュアニゼット、またはアニスシュは地中海各国、特にスペイン、イタリア、ポルトガル、トルコ、ギリシア、レバノン、キプロス、イスラエル、フランス等で飲まれているアニスの風味の酒である。無色であり、砂糖が含まれているため、アブサン等のドライなアニス風味スピリッツと比べて甘い。伝統的にはアニシードを蒸留することで作られ、 この製法で作られたものはラベルにその旨の言葉を記載することによって単にアニシードをマッセレーションしたものとは区別される。パスティスは同様に作られしばしば混同されるがこちらは風味付けにアニシードのほか、スペイン肝臓の根も用いられる。サンブーカはイタリアのアニゼットであり高濃度の砂糖を含む。風味が強いためストレートで飲むことは一般的ではないが 割れると甘く良い香りがする。水で割れると乳白色になり、この状態はスペイン語圏ではパロミータと呼ばれ、リフレッシュ用の飲み物とされる。地中海地域のアニス風味のスピリッツ、地中海盆地ではアニスやリコリスの風味のスピリッツが飲まれている。その他の地域のアニス風味の酒にはコロンビアとメキシコのアグアルディエンテ等がある。アニゼットは近代の神秘学において、 様々な神や魂に提供されるスピリットウォーターを作るのに用いられている。ありがとうございます。